はい、皆さん、こんにちは。はい、本日はですね、8月の16日、えー、16日の金曜日を迎えております。えー、またね、えー、新たな週末をね、迎えようとしております。なおかつね、すでにもう8月も半ばということで、まあ、お盆休みの方もね、かなりおられると思いますけども、まあ、そういった中でね、またこの週末を迎えて、で、また週が明けるとね、また新しい週が始まり、えー、そしてね、えー、暑い暑い夏もね、えー、だん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 秋に変わっていく。 といったような、ね、時期を、ね、日本では迎えていると思いますけども、まあとにかくね毎回私もえ動画の前触れで言っておりますが、日本は暑いみたいですね。ぜひ、ね、気をつけてくださいませ。えっ、ー、と、いったようなことです。はい、えー。でですね、今回の話題なんですけども、いやね、今回の話題、私も、ね、話をしようかどうか非常に迷いました。ただですね、えー、今現在その SNS 上で、えー、かなりね大きな、えー、話題を呼んでおりますし、 なおかつですね、このことによってね、えー、はっきり言いますけど、秋ンの人たちがもう喜んじゃってしょうがないんだよね。でもね、ちょっと待てよといったような視点でね、えー、お話をしたいなと思います。どんな話かというとね、まあ、皆さんもね、えー、ご存知の方もおられるかなというふうに思いますが、悠仁さまの同級生、すなわちね、筑波大学附属高校の同級生と思われる人が、まあおそらくそうだと思うんですが、 あのご自身の、ね、俗に言われる高校生としての学生証、学生証を、ね、そのまま、えー、公表して、SNS より公表して、それに対して悠仁さ様に対する誹謗中傷、これはけしからんといった、まあ、ある意味ですね、まあ、私もサムネイルに書かせてもらった通おり、まあ、正義の、ね、投稿じゃないけど、そういったようなことにふうに見えるですね、えー、そういった投稿されておりました。 で、えー、これに対してですね今言いましたようにまあ紀ンの人たちはねいや筑波大悠仁人様の同級生が悠仁様を守るために、えー、こういったようなね身分証明書をかざして正義の投稿をしてるぞみたいなことでね 大喜びしちゃってるわけですよ。でもね、私は冷静な視点で見させてもらって、これちょっと待てよといったようなことをね、思いましたですねで。で、今言いましたように、私がこのちょっと待てよといったような視点で、皆さんにお伝えしたいなというふうに思います。今現在、SNS 上で非常に大きな話題になってますので、もしご存知の方、もしくはご存知でない方もですね、最後までこの動画に関してはご覧になって、 えーまあ、見ていただいてですね、でぜひです、ね、皆さんのお気持ち等も、えー、コメント等に残していただければなというふうに思います。はい、えー、でですね、まずね、今ご覧になっていただいているのは、えー、その SNS 上に投稿された文面、えー、なんですけども、まあ、私もね、こういったような投稿をそのまま紹介させてもらうときには、そのアカウント名等はね、伏せさせてもらっております。というのもね、まあ、私も、えー、インフルエンサーの1人ですので、 これをね、こういったアカウント名の人がこんなこと言ってるっていうことになるとそれはそれでね、大きな、えー、まあ、その人に対するね、まあいろいろまたそれこそ誹謗中傷じゃありませんけどそういったような投稿が入る可能性がありますのでアカウント名は不正させてもらいます。 ただ事実としてこういったようなまず投稿があったそれに対して先ほどお話ししましたようにどうも筑波大学附属高校の悠仁様の同級生とご自身で言われておりますのでその人がねその高校生の人が身分証明書をかざしてねこういったことを言ってるっていう話なわけですね。でまずね一番最初のねこの問題の投稿一番上に書かれているですね まあこの投稿、実はね、4、5日前に、す、え、で、ー、に SNS 上で出ておりました。で、昨日、一昨日ぐらいからバーッと広がっているんですけども、で、その広がっている原因、確かにこういったようなね、えー、投稿が出ると、まあ、反響は呼びますよね。で、内容、そのまま読まさせてもらいますが、えー、授業中、悠仁様がぼーっとされているのを見かねて、わかりますかと親切に聞いてくれた、えー、筑波大学附属高校教師に対して、えー、僕にわかるようにお教えない、お前が悪い。 と、静かなクラス内で激仁されたと、被写人様がそういったようなね、えー、まあ激高された、えー、まあ意見を言ったということらしいんですね。でそういったような話が漏れ伝わってきていると「僕ができないのはお前たちのせいだお前たちのサポートが悪いせいだ!」と被仁さ様がどうも言ったそういったね投稿をまずされた方がこれ45日前の話です。 実際には8月の11日だったんですね。だから今から、えー、本日16日ですので、まあ、5日前にあったわけですね。で、この投稿に関してやっぱり反響がすごかったんですね。えー、この SNS 用の投稿を見たという人が非常に多くありました。で、それに対して、えー、実際にですね、えー、先ほど言いましたように、えー、筑波大学附属高校の同級生、悠仁様の同級生と言われる方が、この赤矢印の下。 ね、こういったようなね、えー、まあ、投稿をね、していたわけです。突然フォロワーでもないのに返信してしまい、申し訳ございませんと。え少しだけ物申してもよろしいでしょうか。そしてこのね、えー、名前は、ね、アカウント名を捨てさせてもらっておりますが、えー、このね、上の投稿をした人ですね。その人だけではなく、すべての過激な思想を持った方々に向けてですと。えー、自分は写真のように、悠人様の同級生に当たります。ポストは下に続きますということで、 はい、でね、次のページもご覧ください。はい。でですね、ここにありますように、これね、ご自身のね、自分のね、この身分証明書ということで、筑波大学附属高校の2022年度生え、すなわち悠仁人様の同級生だというようなことをね、ここまでですね、実際に SNS 上で投稿写真を投稿してね、自分は悠仁人様の同級生ですといったようなことを示してから、いろんなね、 え先ほどの投稿に向けた反論というかね、えー、そういったような悠仁さまに対する誹謗、えー、中傷は同級生として許せないといったような反論文を具体的に出していたわけですね。はい。で、次のページ。はい。でですね、あのー、非常にこの反論文というかね、文面が長いので、今ね、ご覧になっていただいているのは、その文面そのものなんですけども、まあ、非常に字が細かいんでね、 えーまあ、私もかいつまんだ話、ね、しかもですねこれ、あくまでもこの高校生、まだ未成年の人がね出しているような話なので、まあ、あのこの特に赤括弧で示しているようなですね、まあ、皆さんにお示ししたい分だけお話しさせてもらいますけれども、まあ、とにかく内容としては、えー、先ほどのね紹介ししてさせてもらったような悠仁様に対する要は誹謗中傷的な話はやめてくださいと。 で、えー、一番最初にお示ししたね、その悠仁様が激高したといったようなことに関しても、これもね、まあ、えー、どうなんでしょうね、信憑性というのがどうなのかは全くわかりません、えー。まあ、噂的な話なんで、実はあの話が最初に出ていたのが8月11日で、私も気づいておりました。私もね、よほどね、えー、動画の中で、あ、こういったような投稿が出てる。 お話ししようと思ったんですけどもただやっぱりねあくまでも噂的な話でしょうし信憑性がねわからないんで私の話はしてなかったんですねやっぱりこのね同級生と言われている方もこの信憑性はどうなんですかどっからそういうような情報を得たんですかみたいな話もしていますし例えばこのね左側の赤括弧の話においてもですね、えー、要はね同じ時期に同じ授業を受けて いるね、えー、身としては、そのような事実は一切ないと断言できますと、先生に向かって、えー、激高するどころか、逆に先生に積極的に、えー、質問をしていますよということで、えー、そのね、一番最初にお示ししたような投稿の、そんな被仁さ様が激高してね、えー、なか分かるように教えないのが悪いんだ、みたいなことを被仁さ様が言うわけないでしょうといったことをね、久仁さまあ、人様は擁護しているわけですね。まずそういったようなところだとか、 あとはね、え、側の文面なんかは、えー、例の流行り病ですね。流行り病が起きたときに、なんでそんな管理の仕方が悪いんだみたいなね、話もあったわけですけども、久人様がかかったときにね、まあそういったようなことじゃないでしょう。だとかね。あとは、えー、右側の文面の、右側の赤かっこ。これはね、例のね、確かね、えー、女性自身だったですよね。えー、女性週刊誌が、久人様が国語で赤点を取ったみたいなね。 もうだいぶ前の話になりますけどねそういったような週刊誌の記事がありましたこれに関して言ってるんですがまあこれもこのまま読みますけどね3つ目になりますが確か彼がすなわち悠仁さまが高校1年生の夏頃に国語のテストで赤点を取ったというような記事が出回った記憶がありますとしかもそれをつくっせいが証言したといったような正直彼の成績が良いのか悪いのかは分かりません この高校生に同級生の人もね、実際に成績が良いのか悪いのか分かりませんと自分で言ってるわけですね。で、自分は彼と仲が良いわけではないので、つくふは成績の公表はしないのでえ、正確なデータはありません。ですが、この記事は絶対に間違っていると自信を持って言えます。なぜならば、高校に入学してから高校1年生の夏頃まで一切国のテストはなかったからです。 え存在しないテストでどうやって赤点を取るのですかといったまあその女性週刊誌が出しているね被災者様はここで赤点といったようなことに関して完全反論をしているわけですねはいそういったようなことだとか次のページはいえ今ねご覧になっていただいている通り非常に字が細かいんでね皆さんにとっては見えないと思いますが まあ先ほども言った通りね、17歳の高校生が言われている文面なので、全部が全部ね、お話しすることはいたしません。え皆さんにお示ししたい部分だけね、赤格好で示させてもらってますけども、えー、まあ左側の赤格好ね、そんな精神的に不安な時期、すなわち受験生としてのね、不安な時期に、自分たちの仲間である大切な同級生、ひーくん、えー、に対して事実無根な、えー、批判をね、しないでくださいと。 要はね、誹謗中傷等をしないでください。というふうに言っているわけですね。はい。そしてね、右側。要はこの今現在の行為継承云々、そういったようなことはえ、高校生の自分としてはもうそういったことは関係ないと。あくまでも、えその一人の高校生であるこのひーくんですね。悠仁さまに関してこういったような誹謗中傷。それは許せません。といったような話をしているわけです。自分たちは皇族のね、行為継承などはどうでもいい。 そんなものは自分の将来にあまり影響しないから。だから、彼と愛子様を比べようだなんて思わないと。どっちが優れているかどうでもいいと。でも、でも、一人の仲間が誹謗中傷されることは許されない。許せない。たとえそれが片手で済、ね、むほどしか話したことがない人であったとしても。というふうに言われて、まあそういったようなね、えーまあ、投稿、SNS 上でね、先ほどの身分証明書とともに、 自分は同級生だというようなことで投稿しているわけですね。はい、ここまでがね、その同級生と言われる人のね、実際そうなんでしょう。身分証明書を出してますからね、その人の投稿でした。で、これだけを見るとですね、あ,あの被仁人様にはね、こういったような素晴らしいね、あんまり仲が、そんなに仲が良いわけではない。この人がね、この高校生の人がご自身で言っているように、 その片手でしかね、数えられるぐらいしか会ったことがない。そういったような人、まあその悠仁さまに対して同級生であるといったようなことだけでね、誹謗中傷するのはやめろといったような、まあある意味正義の投稿というかね、まあそういったようなことで、まあね、えー、この投稿に対して絶賛するような、まあおそらく秋真の人たちばっかしだと思うんですが、そういったような素晴らしいだとか、えー、そういったようなね、えー、まあ返信等もポストもいっぱい出てきているわけですね。 あの一見するとですね、そうだと思います。で、私はね、えー、申し上げておきますけれども、このね、今回投稿された同級生といわれる、言われている方、この人に対してね、えー、この高校生を、例えば非難するとか、全然そういった気はありません。あくまでも事実でね、こういったような投稿が出ているというようなことに対して、まあ、あの、反響がね、どうなのかだとかね、いや、ちょっと待てよといったような話をさせてもらうだけです。 確かにあ、この高校生の方がね、言われる通り、誹謗中傷はよくありませんよ。全く今回のね、話が、一番最初にね、示させてもらった、悠、え、仁、ー、様がね、クラスの中で激高したとかね、そういったようなことが、本当なのか、どうなのか、わかりません。だから、そういったようなことに関して、これが、えー、まあね、嘘というか、えー、この信憑性がない事柄であれば、そういったようなことをもってですね、悠、え、仁、ー、様はこんなことをしていた。まあ、確かにそれに関しては、 ある意味、誹謗中傷なのかもしれませんよね。でまあ、そういったことは事実だと思います。なので、こういう、そういったことに関して、えー、この悠仁様を擁護して、なおかつ身分証明書まで出している高校生、これに対する、まあ、正義のね、投稿だということで、えー、まあ、賞賛のことはね、わからないでもないんですが、ちょっとね、先ほども言ったように、ちょっと待ってくださいと。確かにそういったような誹謗中傷は、まあ、確かにね、よくありません。しかも相手がね、悠仁様17歳という、 未成年ですからね、まあ、すぐに18歳、成人にはなられますけども、まあそういったようなことなわけなんだけど、ちょっとちょっと待ってくださいということで、何かというとですね、このね、高校生の方が言われているのは、先ほどの一番最初の投稿等のですね、全く事実無根の誹謗中傷は良くない、それしか言っていないわけですね。 じゃあね、えー、私もね確かにこの悠仁様もしくは悠仁様というかですねそのご両親もしくは周りの大人の連中だよねその人たちに対して批判をしょっちゅう言っておりますがじゃああの悠仁様の今現在の東京大学進学問題ですよまあこれに関しても私もずっと言わさせてもらってる通り悠仁様という問題じゃなくてねまあおそらくは えー、その後ろにキー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 言われている、ねまあ、ご両親だとかもしくは周りの大人の人たちが、えー、例えば、えー、今月の、ね、国際昆虫会議に、えーまあ、ポスターセッションで悠仁様が出てくるかもしれないで名前がありますこれ事実ですよね。そしてその例の、ねえー、トンボ荘の論文これも久仁さ今、ね、教師拓也さんとともにですね名前が出ているこれも事実ですよね。でこうういったような事柄が 例えば今現在の筑波大学附属高校にも入った例の定型校進学制度これを使って被災さ様が入学したこれも事実でそういったようなことも受けてですねこのトンボ荘の論文だとか国際昆虫会議これが大学推薦の時に使われるのではないかでねここら辺もね事実ほぼ事実ですよね。 私は、えー、やっぱりね、こういったことに関して、やっぱり私以外の方もね、えー、特にこの悠仁さまの東京大学の、えー、入学に対して、例えば反論みたいなね、例の東大の OB の方がね、えーまあえー、署名をね、立ち上げましたけども、そういったことも含めて、すべて事実に基づいて話をしているわけです。これに関してはね、事実に基づいて話をしているがゆえに、全然誹謗中傷じゃないよね。こういったようなことで、それこそ無理やりですね、 そそれこそ東京大学推薦を果たすというようなことになったらですね悠仁様がそれこそ未来永劫ですね言われちゃうよと、ね、もし万が一ですが将来的に天皇陛下になったとしてもですね天皇陛下になってもこういったような人が日本の天皇陛下になったんだよということを言われちゃうよというようなことで逆にね悠仁様のことを心配してご両親に対して よく私の動画見てよみたいなことを言っているわけですよ。だから今回のこの高校生のね、えー、この身分証明書まで提示して、えー、まあ正義の投稿を、ね、されている人に対してはですね、私も先ほど言いました通おり、ね、えー、まあ確かに正義の投稿等に見えますけども、 ただ、東京大学の進学に関しては、これだけは言っときますけどね、東京大学の今現在非常に物議を醸しているような進学問題に関しては全く別の話。なおかつね、今回こういったような投稿が出ることによって、被災さ様もね、一緒にね、被災さ様は素晴らしいご学位をお待ち、お持ちである、みたいなことで、逆にこの被災さ様の、えー、なんかね、評判がまたちょっと上がるような形になっているわけですね。そして、えー、ここぞとばかりにね、 えまあおそらくは、えー、その秋津の人たちだと思いますけどもいやー素晴らしい正義の投稿が出た悠仁さまは素晴らしい語学医をお,待ちだお持ちだそういった中で悠仁さまも一緒に一生懸命ね受験勉強されてるといったような悠仁さまあげじゃないけどそういったような風潮が出来上がってきているこれはちょっと違うんじゃないかなっていうことだと思いますね。 なので、私も何回も言いますけれども、この、えー、投稿された高校生、同級生の方に関してね、まあ、ああだこうだというようなことは一切申し上げません。あくまでも事実として、この今回の問題が非常に大きな話題になってるんで、ね、なおかつ、今言いましたように、被災人様がね、のなんかね、評判というか、それもね、もだん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 上がってきてるんですね。このことに関しては、でも、東京大学の推薦入学、これは全く違う話ですよ。 と言ったようなことだけは申し上げたいなというふうに思ったんですね。なおかつ、えー、今回お示しさせてもらった通りですね、えー、この、えーまあ、高校生の方において、同級生の人においては、えー、ご自身で言われている通りですね、先ほども言ったように片手でしかね、お会いしたことがないだとかね、実際にあまりね、えー、この、まあ、ひー君といったような表現はしておりますけども、被災人様とそれほど親しいような、えー、ご友人かというと、そうではない。 わけですよねどちらかというと第三者的な観点でこういったような誹謗中傷は同級生に対してやめてくれといったことだけを言っているわけですからそういった観点でも言うとですね悠仁さまのことを非常によく知ってるかといえばそうではないわけです。ねまあといったようなことをやっぱりよーくねこういったような投稿が出たりまあ今現在バーッとね この正義の投稿だ素晴らしい皆さんこの人を見ろっていうようなことになってるけど、ちょっと一歩ね、えー、引いてみて、よくね、考えてみた方が皆さんもよろしいかなと思ってね、お話しさせてもらった通りです。えー、なんかも言いますけれども、この方が、えー、このね、えー、同級生の人、ね、が、ね、投稿しているようなね,ね、内容に関して否定をすることもしませんし、ね、このことに関して非難をする気は全然ありません。ただね、 えー、何回も言いますがこの東京大学の進学問題だとか例の小笠原諸島のねあの佳作の問題佳作を未だに返上しないだとか、えー、例えば海外でそのことが大きな報道としてね恥ずかしい報道が上がっちゃっているこれっていうのは全て事実なわけだよね。 そのことは皆さんにもやっぱりね、えー、ま、注視してもらえればなといった観点でね、この動画は、動画は話させてもらいました。私もこの話どうしようかなと思っていたんですけどね、やっぱりさ、事実は事実として捉える、これが重要じゃないかなというふうに思いますね。はい。で、最後にちょっとこの投稿もね、ぜひご覧ください。はい。でですね、これはね、もう皆さんよくご存知の通りですよ。ね、先ほども言いましたように、こういったようなね、投稿が上がるとね、もうやっぱりね、 すぐに、えー、こういったね、まあ、反響がすごく大きなもんですから出てくるわけですね。はい、竹ケケ内さんがね、現役のつく不正が被災さ様の名誉のために立ち上がりましたといったことで、もうこういった正義論じゃありませんけど、もうバーンと出てくるわけですよ。冒頭でお話ししましたように、このね、竹、えー、ケケ内さんの投稿だけじゃなくて、どうもやっぱりこの人たちね、えー、俗に言われる秋市の人たちだろうなと思われるね、これはあくまでも思われるような人たちが、もう次々とですね、 この同級生の、えー、実際の、ね、投稿に対してね、えー、リポストを、ね、バンバン、えー、出しておりますよ。素晴らしい、ね、正義の投稿だとね、皆さんこれを見ろだとかね、そういったことで上がってるわけですよね。まあ、あのー、だからこういったの投稿ではっきり言ってですね、喜んじゃってるのはもうこのね、今お,お示ししているような空きンの人たち、これでまず間違いないわけですね。これもはっきり言って事実だと思います。 こ、まあ、こら辺はね、やっぱり皆さんもよーくね、冷静な目で今回の、まあ、この騒ぎというかね、今話題になっていることに関しては、えー、ご覧になっていただければなといったような観点で、えー、この動画,、ね、動画を投稿させてもらいました。また皆さんの、ね、お気持ち等もいろいろね、えーまあ、コメント等でお示ししていただければ嬉しいです。はい、えー、今回もありがとうございました。バイバイ。